週刊誌チェック6月12日配信分です。5秒前。4、3。こんにちは。時刻は午後0時15分。NHK のお昼のニュースが終わる頃でございます。えー、今日水曜日は、あ週刊文春電子版の発行でありまして、先ほど、 新たなニュースも入ってきておりますね。えー、小池百合子さんが今日参戦出馬を表明するということで、ね、蓮舫さんとの二、うん、人の爆弾という見出し、まだちょっと中身読んでおりませんが、えー、ミスチルのコンサートの裏金作りについては、前回に続いてということと、えー、ススキノの事件についてはちょっともうごめんなさい。 えお昼時でもありますんで、もうよう読まないという感じではございます。さて、え今日は、週刊現代が今日朝に配信をしていたニュースを取り上げます。大谷翔平が豪邸報道にもう激怒していた。ちょっと待ってください。激怒でいいんじゃないんですか ちょっと日本,語日本語おかしいですかね、猛激怒、はあ,あそうですかこの、この翔平ちゃんが、はい、私が先般、えー、ドジャースタジアムでもらってきた首振り人形でありますけれども、えーまあ、ユニフォーム着てやったりとかすると、またまあ調子に乗ってると思われたらあかんので、そのままですけれど。 なんですって、日本テレビとフジテレビが出入り禁止になっているんだそうです。ええー、どういうことでしょう。ロサンゼルスドジャースで活躍します大谷翔平選手から、日本テレビとフジテレビが出禁処分。まあ、と言いましても、まあ大谷翔平がっていうことじゃなくて、当然ドジャースからということなんですけれど、ええー、まあ例えば、私が、 まだ局アナでスポーツアナウンサーをやっていたとき、関西運動記者クラブというのがありまして、えー、そこにまあ登録をして、バッジをもらっていると、まあ、いちいち <laughs>、えー、取材パスがなくてもですね、まあ、プロ野球とか取材ができたわけであります。 で、まあ、記者クラブに加盟してないところは、まあ、たんびたんびに申請をしなあかんとかって今、まあ、そういうことなんですけども、<laughs> メジャーリーグの場合、どうなってるのかよくわかりませんが、ドジャーズが発行している、まあ、貸しているってことですね。対応している取材パスを、日本テレビとフジテレビが取り上げられてしまったのだそうでございます。まあ、よく、まあ、警察とかでもですね、 え、都合の悪いことを報じられたら、出入り禁止処分にする。あるいは、ま、記者クラブの中で、しばらく活動できなくするとかっていうようなことはありますけれど、もう激怒ですからね。ちょっと、これは、社内的に検討されてつけられた見出しなのでしょうか。猛う激怒。えー、 そうですね。短波ハイフレクエンシー、ベリーハイフレクエンシー、超短波、えー、だんだん UHF ウルトラハイフレクエンシー、えー、エクストラ EHF エクストラとかいうふうに、まあ、電波の場合はですね、なっていくんですけど、もう激怒ですから、もうウルトラスーパー激怒っていうことなんですかね。 日本テレビは6月9日、3日前に放送するスポーツ番組の映像の差し替えをする必要があったと、そなぜかというと、取材パスが使えないだけではなくって、大谷選手のマネジメント会社から大谷の過去の素材を使ってはならんと、ああ、今日の取材ではなくって、過去の映像も使えないとなりますと、これは本当にえらいことですね。 日テレ関係者蜂の巣を突っついたような騒ぎになっていますそれはそうだと思います今大谷を出しますと2、3%視聴率が上がるんだそうですねまあ、テレビではなく YouTube を情報源にしている皆さんからしたらテレビはアホちゃうかと言われるかもしれませんがまあ、アホな視聴者が見る番組をアホなスタッフが作っているわけなので ユーチューブしか見ないという方からしたら、あおちゃうかっちゅう話なんでしょうけど、まだまだ言ったって、コモさんの朝刊チェックを見る人と、テレビのワイドショーを見る人だったら、向こうの方が100倍も1000倍も多いわけですよね、はい。残念ながら認めざるを得ません。で、そういう人たちが大谷翔平の一挙手一投足を求めているのかどうか分かりませんが、少なくとも大谷が笑いました。 大谷がキリッとした表情を見せました。大谷がこけました。大谷が食べました。大谷が飲みました。結婚しました。もちろん大騒ぎ。ええー、犬飼いました。デコピン。ああ、そうですか。<laughs> どうでもいいんですけど。あの、そんなことで視聴率がやっぱ上がるわけですよ。だから、テレビがアホアホってまあみんな言いますけど、そんなアホな番組を 見て喜んでるアホな国民がいるっていうことなんで、まあ、そんなにテレビ局を攻めてやらんといてくださいよと思うわけですが、まあまあ、アホやなと思いますけどね <laughs>。そんな、ホームランいちいち打ったからといって、ええ、それすら別にどうでもええわと。まあ、それ記録がかかってるとかいうだったら別ですけど、今日は、 ノーヒットでしたいや、そ,そ,そんな時もあるわいな、10回打って3回打ったら大打者なんですから、それはね、うん。実は、そういう話ではなくて、ロサンゼルスに12億円の豪邸を購入したと。まあ、私、去年、ロサンゼルス行きまして、今年も行きましたが、去年、豪邸巡りをいたしまして、まあ、日本でいう普通の人が普通に豪邸張るやつが平気で1億、2億してると。 でまあ、10年も持ってたら値段が倍になりますよっていうリポートをいたしました。コモさん不動産という動画が上がっておりますので、まあ、ロサンゼルスで2億円ぐらい出したらこのぐらいの、まあ、日本から言うと豪邸なので、まあ、正直言ってロサンゼルスで12億円の家なんていうのは、まあ、言葉は悪いですが履いて捨てるほどありますんで。 リベェラカントリークラブでプレーさせてもらいましたけれども、そしてプロの,プロのトーナメントも見せてもらいましたが、その <laughs>、リベェラカントリーに面するところに、綺麗な景色のところに豪邸いっぱい並んでましたからね。あんなところが10億だの、20億だの、30億だのって言われても、ああ、そうですかっていうぐらいのもんだと思います。12億の豪邸やって言って、そんな大騒ぎするもんじゃないんですけど、 それはまあまああ日本の庶民たちは喜びますわね。日本の誇りだと。二刀流、今年はできていないけれども、大谷翔平が勝った12億。それはもう、小遣いで買えるようなもんでしょう。<laughs> <ねえ> <laughs> 僕がファミリーマートへ行って、ソルティーライチを買うぐらいのもんだと思うんですけど、買いましたと。まあ、まあもうそれこそ蜂の巣をつついたように大騒ぎになりました。 日本テレビとフジテレビはこの豪邸購入にあたりまして空撮の映像をへり飛ばしました、はい、自宅前からリポートしました、ご近所にもインタビューしました、ワイズショーなら当たり前の話ですけどそういった報道に大谷選手が猛激怒したんだそうです。 日本でも有名人の子供が誘拐されるとか、そんなこと、過去あったりしました <laughs>。アメリカではセレブの自宅に強盗が入ったり、家族が誘拐されるといって、多額の身の代金を要求される、そんなことがしばしばあります。スーパースターである大谷翔平、それは調べりゃ分かるでしょうけれど、そしてまだ日本でそのテレビを見た人間が、 いちいち向こうへ行くかって、それはそうですけれど、週刊現代は狙われる可能性は大いにあると、その中で、日テレと富士は誰が見ても分かる、自宅が特定できる、そんな情報、映像を流してしまいました新妻・真美子さんに危害が及ぶ恐れもある、大谷翔平選手、看過できなかったのでしょうと、現地テレビ局駐在員が言っているそうであります。 うん、まあまあ気持ちは分かりますわね。いやいや、現地メディアが言ってたじゃないですかと。<laughs> それはまあ自分たちが取材できて変中話なんですけどね。あんだけあんだけ張り付いといて分からへんかったやんけっていまあうへたれぶりなんですが、地元のテレビ局もやってたじゃないですかと、うん。それが日テレや富士の言い分なんだそうです。なんとか出入り禁止を解いてもらおうと、代理人を通じて。 ドジャースマネジメント会社と接触を続けていますが <laughs>、大谷選手の怒りは、猛激怒ですからど、ちょっと怒ってるぐらい、激怒ぐらいだったらよかったかもしれませんが、猛激怒ですから、もう許せません、猛激怒しています。うん以前、大谷選手、日本人のテレビクルーを見たら、自分から寄ってきてくれて取材を受けてくれるような、そんないい人でした。しかしか 水原一平の事件以来、日本メディアへの不信感を強めているそうですあ。なるほど、大谷もやってたんちゃうか、そんな情報も流れましたからね。まあ、それは情報がないなかい致し方ない部分もあるかとは思いますが。また、奥さん、マ美子さんについて、事細かくあれやこれやと調べたっちゅうことも気に入らん。そらそうですわね。ええー、これまでの鬱憤がたまりたまっていたのでありましょう。しかし、 先ほど申し上げました23%視聴率が上がるっていうことはまあ営業でいうとまあ単純単純に言うて2億3億の金額が上がるっていうな、それが下がるっていうなもんですわそらねええまあ NHK は皆様の NHK で視聴率関係ないとはいうものの大谷翔平の映像をあれだけ流すのにどんだけ皆様の受信料を払ってんねやと別に はい、通信社からもらった情報だけで、A A、ドジャース5対3、カブスに勝ちました、そんだけでもいいですよ、もうはい、ブルーのバックのところに白い文字で、ドジャース3対2でも、そんなんで全然構わないんですけどね、A、いやいや、そんなんではあかんのでしょうね。うん、みんなこぞって大谷の えー、ちょっとしたことも全部流しておりますよ、ホームランを打ってない第1打席までね、流すんですからね、うん。で、そんな蜂の巣をつついたような騒ぎになっているはずなんですが、えー、週刊現代の取材に対しまして、日本テレビとフジテレビは次のように回答をしております。 ここ聞いたらこけるとこですからね。今日はもうこけなあかんこと多いですね。はい。富士テレビ企業広報部。特に回答することはございません。日本テレビ広報部。本日いただきましたご質問に関して、大変恐縮ですが、取材に関するご質問については一切お答えしておりません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 まだフジテレビよりもセクシー田中さんで叩かれている日本テレビの方がちょっと丁寧に答えていますが、しかし何にも答えない。う, <laughs> もうあの皆さん、皆さんがもし何もしてないのに取材をされたら、あるいは何か犯罪を犯して取材されたとしても、フジテレビと日本テレビのクルーに答える必要はありません。はい。自分たちが都合の悪いことを聞かれたら、 特に回答することはございません。取材に関する質問については一切答えしていません。と、木原で鼻をくくったようなことを言うのが連中ですから。まあ、これは予想もみんな一緒ですけどね。予想もみんな一緒ですけど。はい。自分らが突っ込まれたら黙ってんのに、人のところには敷地の中までずかずか入ってきて、カメラ回して、マイク突きつけるっていうのがテレビ局でありますんで。彼らの言うことを聞く必要は全くないですよ。全くございませんね。ええ。 うれしそうですねと。あ <laughs>、そうですね。うれしそうに見えますか。全然そんなことないんですけどね。全然そんなことないんですけど、うれしそうに見えたら恐縮でございます。しかし、当然のことながら上層部は頭を抱えて怒っていることでありましょう。てめえたちがそうしろと命令していたにもかかわらずでございますね。 この先どうなるのか分かりません、この先どうなるのか分かりません、怒りがとく、まあ通常、通常ですよ、何らかのお詫びをして、えー、それなりの責任ある人間が頭を下げたりして、うーん、そうですね、原、まあ、せんべいを持っていくのか、茜丸のどら焼きを持っていくのか、何らかの、へえー、お茶菓子なんかを持っていって、どうもすいませんでしたって言って、しばらく経ったら、まあ、気つけやっていうことで。 収まるもんではありますし、まあ、ドジャースにしましても人気商売ですので、まあ、いつまでもっていうことはないんでしょうけれど、まあ、あそうですね。まあ、見る人がいるから、視聴率が上がるからやってんねやっていうのは、まあ、テレビ局の理屈としては分かんないではないですけど、格好の悪い話ですよね。ええー。もういいじゃないですか、本当に。大谷翔平の話は。 もう,もうこれで十分ですわ、<laughs> も,うもうこれもらったから、もう僕はもうこれでお腹いっぱいですね、まあ、今、この YouTube ご覧の方にね、大谷の,その話が山ほど出てきてるっていうことを聞いたら、いや、私は見てませんと、私は興味ありませんと、皆さんおっしゃるんでしょうから。 そ,れはまあそうなんですけど、やっぱりなんやかん言うて、大谷君の話があみんな好きなんですよ、<laughs> それはね。しかしまあ、それにしても、なんていうか、報道があるというかですね、私がまあ常々言っておりますが、野じ馬には野じ馬のたしなみが必要であると、テレビは野じ馬でいいと思うんですよ。テレビは 週刊誌から野獣馬制を取ってしまったら、意味ないですからね、それはね。だから、それは野獣馬であっていいんですけど、野獣馬には、山野獣馬のたしなみが必要であるということを常々申し上げております。そうですよね。うん、ほら、そうやってうなずいておりますわ。はい。え大谷翔平。 人形もそのように言っておりますまあまあ <laughs> しかしほんまにほんまにみんな大谷翔平さんの住んでる家にそんなに興味あるんですかね要はニュースの埋め草でしょうんあるいはまあおいしいラーメン屋さんの話とかちょっとニュースの時にはニュースをちゃんとやって。 よと思いません私ら言っときますけど誰もおれへんのに一人で「森羅万象」海外のことから何から全部駒さん一人でやってるんですよあんなに何,何十人も何百人もかけて何をしょうもない情報流してるんですかねもうちょっとあの本質的な話してくださいよあなたたちただみたいな値段で電波使ってるんですからもう本当にねえそうですよねはい。 以上、週刊文春の最新情報につきましては、また見て何かお伝えすべきことがあればお話をさせていただきます。本日は、6月12日の朝に報じられておりました、週刊現代が報じている大谷翔平がめっちゃ怒っている、猛激怒して、日本テレビと富士テレビが出入り禁止になっているという、自業自得の お話それについて彼らは「週刊現代に何も言わない」という恥ずかしい態度をとっているというお話を嬉しそうにさせていただきました。では午後からの仕事がありますのでこの辺でこの話はおしまいにしておきます。またお伝えしようと思うことがあれば随時配信をいたします。 えー、もうお昼休みも半分終わってしまいましたね。お昼からも頑張ってください。失礼します。